30分歩いて砂漠に到着。高いところに登ってみるとピラミッドを発見。ピラミッドの罠にはもう引っかからない。宝をゲット。次は海底神殿に行きたいな。登録登録。はい、それでは今日もやっていきましょう、マインクラフト。今日やりたいのがエンチャントです。エンチャントまだね、俺一回もやったことなくって、どんな感じかわかんないんだけども、一応ね、素材は集めた。エンチャントテーブルを作る素材は集めたので、やってみましょう。欲しいエンチャントが海底神殿に行けるために必要なやつ、それがね、全部欲しい。まあ、とりあえずやってみましょう。ではまずは広い場所が必要みたいなので、この上、ここになんか小屋みたいなのを建てて、エンチャントテーブルを置いてみましょうか。エンチャントをする小屋、完成です。結構見た目はいまいちかもしんないけども、本当に豆腐ハウスなんだけど、でもね、そんな見た目なんてどうでもいい。中で何かができればいいんだ。これぐらいの広さがあればいいんでしょね。で、ここで物作ります。中にね、入れちゃうと本棚がなんか置けないかなと思って、こんな感じになったんだけどね。まあ、エンチャントテーブル、あ、あったあったあった。エンチャントテーブル。ダイヤモンド2つでいいのか。1個作りまして、で、本棚だよね。本棚をたくさん作ってくださいよと、いうことだね。本棚を、丸く作るんだよね。丸くして、で、エンチャントテーブルをど真ん中に置くと、いうことだね。エンチャントテーブルを、まあ、この辺に置きましょう。ここでいいか。はい、置きました。で、本棚を、囲うような形で置いてくださいと。こんな感じか。でも、入り口がなくなっちゃうな。重ねていいって書いてあるな。重ねていい。ってことで、こんな感じか。なんか見た目悪いな。二段にしよう。確実な二段にしちゃいましょう。なんか見た目悪いな。一個足らなかった。一個足らなかったけども、まあ、15個以上は置いてるんで、効果としてはこれで最大だよね。これに、ラピスラズリがいいのか。ラピスラズリと、アイテムを置いて、なるほどね。オッケー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 。ラピスラズリはあるある。取ってきましょう。ラピスラズリ持ってきたよ。こうして、こうでいいの？なんか来た。聖なる力とかあるね。なるほど。レベルがいるのね。経験値が必要なのか。なるほど。レベル30のやつがいいもんね、絶対ね。ちょっとレベル上げてくるか。時間かかるな、これマジで。いや、きついね。もうこれが限界だ。レベル21。で、息ができるようになるのは、頭みたいだもんね。頭と、で、足で歩けるようになったりするのかな、早めに。まあいいや、とりあえず、頭で、息ができないとどうしようもないからね。息ができるようになりましょう。これ、どっちだろう。まあまあ、こっちでしてみるか。もうついた、ついた。水中作業と爆発耐性っていうのがついたよ。新しく付け直すことはできないのか。なるほどね、多分分かった。一番上のやつをつけるのに1で、真ん中が2で、下が3、経験値を使うのか。レベルを40ぐらいに上げてくればかなりいい感じなんだな。このエンチャントを消すこともできるんだよね。これだよね、これこれ。確か、ほら、修理とエンチャント解除。これをこう置くの。で、アイテム何やの？ラピスラズリ？いや、違う。別アイテムは何もいらないんだ。何もなしで、なるほどね。
ケーオッケー、わかったわかった。この修理とエンチャント解除のこのアイテム、これ欲しいな。なんだ簡単じゃん、壊して持ってくればいいだけだった。じゃあ石臼ね、ここに置いときましょう。 OK。 レベル上げるか、レベルを、30ちょっとまで上げてみましょう。頑張ろう。よし、どうだ、37まで上げてきた。でどうもね、頭に、水中呼吸と水中作業か、うん、頭と足に、あ、さっきの1個は良かったんだね。水中移動か。あれは良かったんだ。とにかく3つ、エンチャントついてないと厳しいっぽいので、これでいいでしょう。来い！どうなった？お、水中呼吸3、水中作業1。で、耐久力3の爆破耐性、トゲ。お、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？で、これ。だね。移動が速くなるやつがいいんだよな。OK。これ、レベル30を維持しとくって結構きついよね。死んだら半分ぐらいまで落ちるからね。よし！どうだ？はい！トゲ3、バカ！バカ！あ、でももうあと1回いける、あと1回いける。でもこの頭、これ最高だね。これめっちゃいい。とりあえず、ダイヤモンドのブーツを元に戻してと。で、行きましょう。はい。どうだ？お、来た、いいよ。落下軽減の4がついてる。めちゃくちゃ強い。で、水中移動3、防護4、おわー！強っ、オッケー。はい。あ、エンチャントされるとこう色が変わるのね、かっこいいな。はい、まあ、とりあえずね、今日エンチャント初めてやってみました。エンチャントレビューだね。どうも水中遺跡、水中神殿か、あそこに行くためにはこのエンチャントが必要だったので、まあ、ついてよかったです。レベルを上げてもうちょっとね、全身エンチャントして挑んでみたいと思います。探すのが難しそうだけどね。では、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。